ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年9月17日、二次三次を8月31日に卒業した成瀬なること、高山俊太郎さんが、声優事務所のクレアボイスの準所属となったことを報告されました。こいつが成瀬なんか、どうやって発見したんや？誰がどうやって見つけたかはわかりませんけど、クワガタが好きって、情報と、ボイスサンプルの音声から成瀬さんで間違いありません。また、成瀬こと高山さんのアカウントは、9月に作られたものですが、二次三次のベルモンドさんと相互フォローになっています。そうか、声劇とかうまかったし、やはり声優だったのか。出演情報には、2023年と2024年に、ゴブリンスレイヤーのゴブリン役など、数多くのアニメに出演されたことが記載されています。二次三次には2018年から所属してるから、二次三次やりながら声優してたんだね。誰か出演シーンまとめ動画作って、欲しい。高山さんの今後の活躍を応援します。アニメに出演されたら、必ず見に行きます。配信活動とかもやっていくのかな。そのあたりも気になるところ。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。